はい、こんにちは。かなり久しぶりの動画となってしまったのですが、私ね、ちょっと軽トラを乗り換えたので紹介いたします。令和6年4月登録のハイゼットジャンボエクストラ 4WD の CVT に乗り換えております。まあ、特段やってることはそんなにないんですけどね。まあ、まず外装ですね。オフロードファクトリーさんのフロントパイプバンパーですね。これこんな感じでと、その後ろこのサイドバーですね。このサイドバーもね、こう左右につけておりましてね、ここがね、何もないのがちょっと今寂しいんですけどね。それと同じくオフロードファクトリーさんキャビンガードですね。これがね、非常に便利で、物がここへドンと当たっても傷がつかないようにいいですね、これ。まあ、このフックはね、穴は初めから開いているんですけど、フックとボルトですね、これは僕ホームセンターで適当に買ってきてつけております。オフロードファクトリーさんのねパーツはボルトオンにこだわっており、まあほぼ全てのパーツがボルトオンで加工なしで取り付けれるということで、いいなと思って装着しております。取り付けの際の工具、それ以外は全て必要なものが含まれておりますので、 あとね、取り付け方法とかね、これはこの穴に差し込んでボルトで止めて、後ろ中見えるかな、あっちの方がええかな、いいよ、暗い、こんな感じでね、もう完全ボルトオンで止まっております。まあ、取り付け方法などオフロードファクトリーさん YouTube チャンネルで詳しく説明されておりますので、まあ品質は間違いないのでね、いい値段はしますけど品質は間違いないのでおすすめだと思います。他に外装、タイヤとホイールですね。トヨタパッソ純正13インチ鉄ホイールですね。それにエナセーブのバンタイヤを履かしております。このホイールネタね、以前の動画でちょっと燃費が良くなるタイヤサイズとかやっておりますが、あの時ね、もうすでにジャンボを注文していたんですけども、まあまあダイハツのいろいろごたごたがあったりですね、これでちょっと生産が途中で中止に、ストップになっていたと、そういう経緯もあったんですけどね、まああの時から私はすでにこのジャンボに履かす計画でですね、黒に塗り、この車はシルバーの車体にですね、黒のパーツで作っていこうということで、こちらの外装となっております。まあね、賛否分かれるとは思いますけどね、無骨でかっこいいと思いますけどね、私は。あ、そうそう、ちなみにね、まあ知っておられる方多いかと思いますけども、このオフロードファクトリーさんのサイドバーとですね、これこれとフロントパイプバンパーですかね、これは下にジャッキをかけたり、かけて持ち上げたりですね、フロントもサイドもですね、フロントに牽引ロープを引っ掛けて引っ張ったり引っ張られたりという強度もちゃんと確保してありますので、これは本当に僕買ってよかったと思いますね。あと内装ですね、別に特段なんてことはしてないんですけども、以前乗っていた 500P の標準ボディ
あれからの乗せ替えですね。このピボットのタコメーターとオートクルーズですね。スロコン付きオートクルーズっていうんですか、オートクルーズ付きスロコン。あとまあまあこの時計ですね。あ、そうそう、そういえばね、このオートクルーズ付きスロコン、これ前期と後期でブレーキハーネスの品番が違うので、まあまあ興味のある方はピボットさんのホームページ確認していただければ、品番この年式は何ですよっていうのが出てますんでね、確認お願いします。あとはこれリアガラスカーテンしてますね。これも初めから計画していてね、リアガラスにカーテンをつけるためにメーカーオプションのデジタルミラーですね、これをつけております。デジタルミラーをつけないとね、このミラーモードにしても後ろが見えないので、デジタルミラーをしてつけていると、まあこのように後ろですね、カーテンがあっても後方が確認できるということですね。あとね、このアイドリングストップキャンセラーっていうんですか、これをつけております。この乗るたびにですね、毎回このアイドリングストップスイッチ、これを押さなくてもいいようにですね、もうエンジンかけたらよ、このように自動でアイドリングストップ機能をオフにするというんですかね、そういうものをつけております。あとはね、キー連動格納ミラーキットっていうんですか、これをつけております。鍵をロックいたしますとドアミラーが格納され、ドアが開けるとドアミラーが開くと、これ便利ですね。離れていてもドアミラーが畳まれてあったらもうロックがかかっているということなんで、遠くからでも分かりやすいですね。これはあとですね、軽トラにもともとついている設定ですね、裏設定というのか何というのか分かりませんけども、オドメーターの状態でボタン長押しで切り替えれる個別設定っていうんですかね、あれの設定で燃料を入れると自動でトリップメーターがゼロになったり、トリップ A ですね、トリップ A のみがまた0キロスタートになったり、こう何もしなくて近寄っても勝手にドアが開くとか、まあ閉めるときは手で閉めないといけないんですけどね。ちなみにね、近くによってドアが開いてもドアロック解除になっても15秒ほど何もしなければまた勝手にドアロックしてます。こんな感じでね、近寄って勝手にドア解除されても何もしなければまた勝手に自動でドアロックしてくれますので、まあまあ便利な機能だと思いますね。これまあそうですね、僕前の標準ボディの方ですね、 500P の肉のオートマに乗ってたんですけども、
あれと比べてやっぱ CVT になって、乗り味がもう一つやっぱり好きじゃないですね。悪いとかじゃないんですけど、どちらかというとやっぱオートマの乗り味の方が僕は好きだったですね。まあ CVT になってね、静かになったというのは実感できます。まあ静かですね。あと CVT でですね、良かったことが一つありまして、まあ踏み込めばうるさいんですけども、まあ、通常走っている時は非常に静かな低回転で走れて、まあ、軽トラとしてはですね。あとこのオートクルーズ付きスロコン、これの相性がいいですね。上り坂でずーっとぐーっとだんだんスピードが落ちてくると、オートクルーズがそれを元へ戻そうと、設定のスピードまで戻そうとするんですけどね。それがオートマの場合、キックダウンするといきなりガーンと、まあ、加速するというほどでもないんですけど、目いっぱい頑張るんですね。でもこの CVT とオートクルーズの組み合わせですね、これは非常に回転の上がりが緩やかに上がるというか、まあ、いい感じでスムーズに押し上げてくれるという感じで、相性はとてもいいと思いますね。まあということでね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。どうですかね、シンプルで無骨でかっこいいと思いませんかね。まあまあこれからもね、少しずつ仕様変更していくと思いますけども、本日のフロントパイプバンパー、サイドバー、キャビンガードですね。あとね、まだ先の話にはなると思うんですけど、後ろやっぱヒッチメンバーつけたいですね。まあ、何も引っ張る予定ないんですけどね。まあフロントパイプバンパーとかサイドバーとかね、これ一応つけているので、気になられた方は概要欄にですね、オフロードファクトリーさんのリンク貼っておきますので、まあぜひよければご覧ください。ちなみにね、この動画オフロードファクトリーさんからの案件じゃないので、くれぐれもよろしくお願いいたします。あとですね、まあまた質問等ございましたら、私の分かる範囲でこの後期型の 500P ですね、あ、510P ですね、 4WD なんで 510P ですね、お答えいたしますので、お気軽にコメントお待ちしております。あ、オフロードファクトリーさんね、ちょっとサイドバーのみなんですけども、僕の先輩ハイゼットのですね、ジャンボのこれを見てですね、あ、ええやんこれ、なんていうやつを教えてよ、まあ同じものをつけた画像もこの後ちょっと貼り付けておきますので、最後までご視聴ありがとうございました。